他にいいね、あ、福島いいね旅とか、ペンギンナッツの他に、じゃあ、この四字ですで、言いたいこと、コメントありましたら。若林さんどう？じゃあ。はい。私2つあって、はいはい。天気の面が他局と比べてモニターを通してなっちゃってて見づらいかなって思ったのが1つです。土井さんのファンがいると思うんですけど、やっぱり天気だと天気の画面に集中してみたいかなって思いました。なるほど。あともう1つは料理のコーナーがあったと思うんですけど、はい、パパッとご飯です。はい。火加減とか、ちょっと材料は分かっても、火加減こういう時どうしたらいいんだろうって思うので、火加減とかも言ってくれたら嬉しいなって思います。なるほどね。特に一人暮らしの若林さんにとっては、そぼろご飯ね、作るとしたら、火加減どうなんだっていうね。なるほど。ちょっと富田さん発言してないので、富田さん行きましょうか。パパッとご飯ですのコーナーで、はいはい。5月22日の放送分だと、4月6日に放送したそうそうそう。やつをもう一回放送してたじゃないですか。で、なんか、なんだろうな、大きなテーマがご飯みたい、米みたいな感じだったから、まあ、4月6日っていう近い放送日のやつにしたと思うんですけど、なんか、どうせもう一回再放送みたいなのするんだったら、もうちょっと昔っていうか、のをやった方が、なんだろうな。この間見たやつって思っちゃう人が、なんか多いかなって感じました。なるほどね。じゃあ石川さん。ご飯ですに関してなんですけど、はいはい。スピード感というか、話のスピード感は、主婦層が、何々何の材料っていうのが聞き取りやすいスピード感だったと思うんですけど、ボリュームがちょっと低めで、途中、っていう部分が何回かありまして、テンションは上げすぎると、衛生的にちょっと唾が飛んで汚いなとかいう印象も与えると思うので、ちょっとボリュームだけでももうちょっと上げるだけでもだいぶ、そのコーナーの明るさというのが出てくるのかなと思いました。ちょっと暗めだったかなっていうふうに印象をな受るけほましど。た。はい。音量をちょっと上げて、少し明るめのコーナーにちょっとでもした方がいいんじゃないかと。なるほど。じゃあ関根さん。根本的な話になってしまうんですけど、はい。なんかそぼろご飯とかっていうのは結構作り方も分かってるし、なんか作ってる人も多いんじゃないかっていうふうに感じたので、なんか余り物とか、いつも作らない料理を家にあるもので何か作れるものだとか、それプラスすごい時短になるものだとか、なんか主婦の方が今欲してるなっていうお料理情報のお料理をした方がもっといいんじゃないかなって思いました。じゃあ他に、我こそはと話したい人いますか？矢吹さん。私は困った位置のところなんですけど、はいはい。あとちょっと気づいたのが、カメラワークの時にどうしてもセットの切れ目が見えてしまって、セットと普通の建物の境目が見えちゃって、ちょっとなんか統一感というか、なんかスタジオみたいな感じでやってない感じがして、ちょっとそこにズレが生じてるのがちょっと違和感を感じてたっていうのと、あとバームクーヘンを紹介している時に、ずっと赤い台に乗ったバームクーヘンをアップしてたりしてたので、そこに例えば裏磐梯で売ってる様子の写真とか、もうちょっと製造過程のものを入れるとか、もうちょっといろいろな写真とか、そういうので変化をつけた方がより、食べたいとか興味関心が引くんじゃないかなって思いました。おお、他セットのこと気になった人いますか？お、ニーナさん。
なんかセットが紫を基調にしてたので、なんか紫って夜のイメージがあるので、なんか夕方っぽくないなって思いました。あ、はいはい、佐久間さん。バックセットかわかんないですけど、その、うん、ペンギンナッツさんの、あの、なんですか、稲野さんが一歩引いたあの配置は不思議だなって思ってしまいました。なんか番組が用意したのか、稲野さんがあまり積極的でないのか、ちょっとわからないなって、うんってはなりました。なるほど。あとあとちょっと佐藤さんに答えていただきたいと思ってますが、私の読みはわざと遠近法で笑いを取ってんじゃないかっていうことと、あれでソーシャルディスタンスを我らは取ってるぞと、多分2メートルは空いてないけど、そんな感じであの体格のインナノさんがあんなに小さく見えるんだぞっていうのを笑いにしてんじゃないかっていうふうにちょっと読んだんですけど、さてさてその後どうなのかはちょっと後で聞いてみたいと思いますが、